ハッピーバースデートゥーユーは、しばしば、バースデーケーキと共に歌われる、ハッピーバースデートゥーユーとは、誕生日を祝うために歌われる、アメリカの歌である。アメリカ人の昼姉妹と妹のパティ・スミス・ヒルが、作詞、作曲した、グッドモーニングツーオールの替え歌である。各国語に翻訳されているが、日本など、英語圏以外の国であっても、英語で歌うこともある。なお、 日本では日本語詞を追加したものがある。世界で一番歌われている歌としてギネスワールドレコーズに載っている。2012年12月28日に b b c フォーが放送したザ・リッチ・エスト・ソングス・イン・ザ・ワールドで音楽著作権で史上最も稼いだ曲の第一位に選出された。また、1962年にマリリン・モンローがアメリカ合衆国大統領ジョン・カイ・ケネディの 誕生日祝いでこの歌を歌ったのは有名である。なお、タイでは他の国と違い3拍子でなく4拍子で歌うことが多い。歌詞では3行目のハッピーバースデーディアがハッピーバースデーハッピーバースデーと単なる繰り返しになる。2度歌うと約30秒になり手を洗うのに適した時間になるのでこれを2度歌って手を洗わせる指導が日本でもなされている。 ウディアレンの人生万歳。ではこの曲を二度歌うとバイキンが取れると信じている。主人公の物理学者ボリスが出てくる。ハッピーバースデイツーユーの元となった曲グッドモーニングツーオールの楽譜。ハッピーバースデイツーユーの元となった曲グッドモーニングツーオール。違うのは歌詞だけで両者ともメロディは全く同じである。22秒。 元となった曲「グッドモーニングツーオール」の歌詞「グッドモーニングトゥユー」、「グッドモーニングトゥユー」、「グッドモーニングディアーチルドレン」、「グッドモーニングツーオール」、「グッドモーニングツーオール」の替え歌がハッピーバースデーの歌となり、全国で歌われている。ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデーディア。お祝いする人の名前、ハッピーバースデートゥユー。日本ではお誕生日の歌。 お誕生日の歌の曲名で、岡俊夫による日本語詞とハッピーバースデイツーユーの英語詞を歌ったものがあり、主に日本コロンビアから発売される同様集に収録されている。原曲の Good Morning to All が作曲されたのは1893年である。1920年前後に現在一般的に知られているバースが作詞されたとされているが、詳しい時期や作者は不明である。 その後、このバースを2番とした Good Morning to All を含むソングブックが1924年に出版された。これが現存する Happy Birthday to You の最も古い公式文献である。また、それが昼姉妹の作曲したメロディと統合され公の場に出されている。1931年、ブロードウェイミュージカルで Happy Birthday to You が無断で使われたため、 ヒル姉妹の妹のジェシカヒルと音楽出版社のサミー社が無断使用に対して裁判を起こしたが、この時点では、ハッピーバースデイツーユーに対する著作権が存在しなかったため、請求を棄却されている。1935年、ジェシカとサミー社はこの曲の著作権を登録した。ただし、この時、 Good Morning to All の歌詞は登録されなかったため、アメリカでは現在に至るまでパブリックドメインである。著作権の保護期間は保護が要求される国の法律によって定められており、国によって異なる。ただし、ベルヌ条約は著作権の保護期間について、著作者の没年の翌年の1月1日から少なくとも50年間保護することを定めており、 加盟国にはこの期間以上の保護が義務付けられている。メロディは昼姉妹の共同著作物であり、二人のうち後に亡くなった妹のパティの没年は1946年なので、その著作権はベルヌ条約の加盟国では少なくとも1996年12月31日まで保護される。歌詞に関しては1935年にサビー社が プレストンウェア・オーレムの職務著作であるとして著作権を登録している。オーレムの没年は1938年なので、その著作権はベルヌ条約の加盟国では少なくとも1988年12月31日まで保護される。ただし、ベルヌ条約に加盟していない国にはこのような義務はない。また、加盟国であっても実際は次のような理由で、 保護期間が異なることがある。アメリカ・アメリカがベルヌ条約に加盟したのは1989年のことであり、その以前は登録によって著作権が発生する方式主義をとっていた。この作品が1935年に登録された、当時に施行されていた1909年著作権法では、著作権は作品の登録後28年間存続し、 更新により56年間に延長可能であった。この期間は1976年著作権法によって75年間に、1998年の著作権延長法によって95年間に延長された。その結果、1935年の登録による著作権は2030年まで存続することとなった。2013年、アメリカの映画制作会社が 著作権の無効を確認する訴訟を提起し、この際に、米タイム・ワーナーが、アメリカ国内における本局の著作権を放置していることが、日本でも認知された。この裁判については、2015年9月に、カリフォルニア連邦地裁が、1935年に、登録されたのはピアノへの編曲であって、歌詞の著作権は無効であるとの判決を下した。同年12月、 制作会社がワーナーからの和解提案を受け入れ、2016年2月にその合意内容がワーナーが著作権料1400万ドルを返還するというものであると明らかにされた。これにより本作は今後パブリックドメインとなることが確定した。日本日本はベルヌ条約に加盟しており、著作権の存続期間を原則として著作者の死後50年間と定めている。 ただし、この作品は、戦時加算が必要となるため、3794日を加算し、歌詞は1999年5月22日まで、メロディは2007年5月22日まで、著作権が存続していた。なお、前述の岡敏夫による、日本語詞については、岡の没年は2009年のため、2079年まで、著作権が存続する予定である。 ありがとうございます。